で7番目ですけど、AB 属する RN にしますか。それで、あ、まあこれ KN でいいな。CN でも大丈夫ですね。これが貼る、まあ生成するって言った方が最近いいかな。部分空間。これあの L ってしちゃいますけど、まあよく言うのは LAB ですけど、XA プラス YB、XY が K ですね。これあの KN に入ってますね。これに対してあの C と D が L、ラムダミューが K ならば、ラムダ C プラスミュー倍の D が、L に入るってこと、まあ、要するにあの足し算と定数倍に対してあの L はこの L 閉じてってことですね。でそれは部分空間ですから、まあ、これ部分空間であることを示せって言ってるわけです。それで、そうするとあの、まあ、大したことなくて C は、ラムダ1倍のA プラスミュー1倍の B、まあ、まあゆっくりやっちゃうんだ。ラムダやめた方がいいかな。 X1 倍1にしよう。 X1Y1 にしよう。 D は X2A プラス Y2B ですかとかける。まあ正確にはあの X1Y1X2Y に属する K が存在しない。でこれが成立っていうふうに言わなきゃいけないんだけど、まあかけるでいいですね。まああまりあのバカ正直に書いてもしょうがなくて、だんだんよく分かってきたらこんなんでいいんですよ本当に。それでじゃあこれ書くだけですね。でこの時あのラムダ C プラスミュー倍の D っていうのはどう？これなんかベクトルでやってるけど、今すぐあの別のやり方で言いますね。A プラス Y2B でしょ。そうとあの整理するとあの A の前に来るのはラムダ X1 とミュー倍の X。X2 倍の A 度と、ラムダ Y1 プラスミュー倍の Y2B ってなりますね。でこれ LAB ですね。これで証明です。でなんだったらあのそんなこと言う必要もなくて、だから C は AB で行列に、X1Y1 を書くのね。 D は AB って行列に X2Y2 を書くのと。でそしたらあのラムダ C プラスミュー倍の D、 こういうのをバカにしちゃいけないですよ。ちゃんとあのこういうふうな計算をしておかないと、もう1次元増えた時だけでもう大変ですね。そうすると CD はどう？これができてる人欲しいんですけど、AB に X1Y に X2Y2 をかけたものですね。CD はそれでラムダミューですね。で X1Y1X2Y ここで、ラムダミューってのが K2 なんで、この A まあですからあのこれをあのどうしよう、
x3 を i3 ぐらいにしとくか。そうするとラムダ c プラスミュー倍の d。 まあもちろん実はこの計算これですね、 x3 y3 ですね。 x3a プラス y3b でこれが lab に入ってますね。まあ、こういう感じです。で次は